このスバ。リーンじゃない。そんなに慌てて一体どうしたの？ダストが、ダストが。おい、落ち着くんだリーン。ダストが一体どうしたというのだ。ダストが捕まっちゃったのよ。へえ。じゃなくて、ダストの普段の行いを考えればそんなに驚くほどのことでしょうか。それはまあそうだけど、でも今回はいつもと少し違うの。あいつ下着泥棒の容疑で捕まったらしいのよ。ああ、いつかはやると思ってました。やってないわ。だって犯行の時間帯ダストは私と一緒にいたんだもの。アリバイはあるということか。そうなの。なのにパーティーの仲間の証言は当てにならない。かばってるだけだろう。撤収されちゃって。確かにダストは小悪党にもなりきれない。クズでチンピラでいいところなんて一つもないダメ男だけど、どこかの誰かに似ているような気がするな。やってもいないことで捕まるのはかわいそうよ。お願い、下着泥棒を捕まえるため力を貸して。このスーパー、なかなか現れないわね。おとりの下着をぶら下げてるってのに。おとりが悪いんじゃないか。ダクネスがつけてるセクシーなやつの方が。カズマ、そういえばパンツ脱がせまの異名も持ってたわね。もしかして今回の下着泥棒の犯人って。俺じゃねえよ。なんだよその疑いの目は。くしょ、身の潔白を証明するためにも絶対に捕まえて。足音が近づいて、こっちに来ます。トロールじゃないか。こいつらが下着泥棒なのか。ダニエル様のため踊り子の服盗む。なるほどな。ダニエルの配下のトロールが踊り子の服と間違えて下着を盗んじまったってことか。この泥棒トロール、
あんたたちのせいでダストが捕まったりしたら困るの。リーン、なんだかんだ言いながらダストのことを仲間として認めてたん。捕まったら私が貸してるお金が返ってこないもの。踏み倒されてなるものですか。ですよね。